吉沢ラジオ。吉田。時刻は午後4時を回りました。ここからの時間は、アドプロモと提供吉田お届けします。ナビゲーターは細川優子です。なんか一瞬オフィス吉田グループなんかテロップでは自分間違えて書いちゃってました。大丈夫、はい、アドプロモと提供でございます、はい、さあ本日も吉田会長よろしくお願いします。お願いします。そして渡辺さんよろしくお願いします。お願いします。そして共有テラスのリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっと共有テラス暑くないかなって心配なんですけど大丈夫かな。エアコン効いてる。いやエアコン効かないですよねそこ。本当。そうちょっとね暑いと思うんですけど、あの水分補給エアコンなしってね、ボードありがとうございます。ちょっとねあの水分補給をしながらあの熱中症を気をつけて、途中ちょっとね、はい、うん、こう退出しながら、あーそうですね、うん、ちょっとあの中に入って涼んでいただいてね、そう休みあとスマホの方でね、うん、聞いていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。さあもう今日7月の2日ですよ。早いね。早いですね。あっという間にもう上半期が終わってしまって下半期に、ね、もうねちょうど今日はど真ん中だね。今日ど真ん中、7月2日ど真ん中、うん、本当に今日はもう折り返しです ね1年の折り返し。小坂さんどう、はい、半年どうでした。この半年、うん、もうなんか記憶がないぐらいになんか毎日せかせかしてた気がします、うん、本当はい、もうなんかあれでしょ、もう教授になっちゃったよね。そうですよね、うん、いや先生ですから、ね、先生ですから、もうお笑い芸人よりもやっぱりこう著名人でさ、ね、河野大臣の方に興味があるもんね。そうですよ、うん、出たまたいじられる。ちょっとこの後ねご説明するイベントですけれども、はい、そうね、そっちに私はまたね話したいですけど、お笑い芸人もいいですけどやっぱりこう日本の未来をね、やっぱりそうですよね、考えていきたいなっていうのを、やっぱ先生ですよ、やっぱ思いますよね、やっぱ意識が高いですね、デジタル時代のこの時代をね。分かってますよ。ありがとうございます。はい、さあということで今日のテーマなんですけど、はい、テーマは今日は、うん、第7回、はい、あいうえお作文でございます。いやーもう第7回なんですね。早いね。すごいですよね。7回。7回ですよ。7月に。7月に。7回。すごいですよね。いいです。まあ、今回このね7月2日、うん、まあ、1年の折り返しの日ということで、はい、今日のあいうえお作文のテーマが、うん、折り返しと。そう。折り返し。ね、うん、いろいろあったんですよ。はい、今日は何の日で検索したら、はいはい、うどんとかね。うどんの日。うん、あと他にもあったんですけど、全部運がつくんですよ。運がね。うん、で、あいうえお作文って運があると終わりじゃない。確かに、うん。まあもうね、なかなか考えられないですよね。そう。運からだったら。だからもうこれ折り返ししかなかったんです。ああ、もうなるべくして折り返しになったんですね。なるべくしてね。でもいいでしょ。はい。ね、ちょっと理が難しいかな。いや意外とこれ本当皆さんすごいなと思って。うん、ね、だから折り返しで文章をそれぞれ作ってもらって。はい。ね、吉田ミュージックが終わるまで受け付けます、うん、はい、ね、送ってみんな、もう事前にねいただいてるのもたくさんあるんですけど、うん、この番組中もねどしどしお待ちしておりますので、そうそう、はい、で前回とかの川柳みたいに五七五とか関係なくて、関係ない本当に最初の文字だけが合っていれば、うん、そう、もうずっとね長くても短くても、うん、もう強引に合わせてくださいよ、はい、ね大丈夫ですので、うん、はいはい、例えばかだったら、うん、かわいいかわいい穂坂さんとか、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか今ミキサールームからすごいなんか刺される刺すような目でこっちを見られてるからちょっと怖い。渡辺さんの顔見た方が良かったです、うん、渡辺さんの顔見る方が良かった。 YouTube 映ってるから後で見ます、映ってるから、ね、後で見ます、ね、私は加藤さんの顔を見てもこれだと思ってましたけど、あと顔だよって。後で確か、はい、ということで、まあ、今回こちらをね、うん、エントリーいただいて、はい、もう金賞銀賞銅賞入賞まで、そうです、はい、ということで、はい、もう金賞の方には100万吉ざらし、うん、はい、いいですね、嬉しいですね、はい、そして銀賞50万吉ざらし、うん、同賞30万、入賞は10万ということで、はい、そしてエントリーしてくださった皆さんにそれぞれ5万吉ざらし、うん、最大10個ね、最大10個まで、うん、最大10個まで10個びっちり送ってくれた人が2人います
でも送れば送るほどね稼げるわけですからね、うん、そうすごいですね、コツコツほど素晴らしいもないですよ。確かに、ね、はい、うん、ということで今日もね皆さんこの高額をね目指して頑張っていただきたいと思います、はいはい、では改めてここでねまた渡辺さんに、はい、この吉田らし通貨、利用どんなことができるか教えていただいていいですか。はいはいはい、はい、景品と交換ができます。はい、はいはい、100万円吉田らしから、うん、キッチンサーカスで使える100円分の吉ざらし通貨、うん、いいね、はい、100万吉ざらしですね、うん、はい、はい、300万吉ざらしで吉田吉田のオリジナル缶バッジ、うん、1000万吉ざらしでオリジナルクオカード、うん、1500万吉ざらしで吉田秀樹の著書、うん、これもね新しい方ですかね、うん、はい、もう全部どれでもいいよ、どれでもいい、どれでもいい、どれでもいい、とわのとわ、うん、はい、他いろいろあります、うん、はい、はい、で2000万吉ざらしで吉ざらしの情熱タオルです、うん、おー、はい、夏にぴったりですねタオル。そうですよ、うん、ねえ、ごめんねみんなあのアイテム増やす増やすって言って増えなくてね、うん、おかしいですね、うん、まあ、まあまあまあちょっと、ね、はい、あの普通どうなんだろうって考えたら、はい、渡辺さんがスーパーすぎるでしょ。いやいやいや、最近甘えすぎましたはい、渡辺さんもちょっとね申し訳ないなと思って、はい、だからちょっとあんまりね、うん、あれやってこれやってって言わないように心の中だけで収めてる心の中だけで収めてる、でも言葉に漏れちゃうんですよじゃあ変わらないですそれはもう出ちゃってる時点で、ね、それは変わらないです、もうね、はい、伝わってるから、やることがどんどん増えるからね、はいはい、だからダメでしょ、必然的に仕事量増えるもんねまあね確かに、でもそれを渡辺さんがやれちゃうから、うん、そうなんですよ、いっちゃうんですよね、うん、そう、お互いスルーできないからね、あ、だってこの本なんてもうね、はい、他にデザイナーいるんですよ、うん、だからもう OK だったら OK なのに、はい、気になっちゃうんだよね気になっちゃうんですよ、いやいやいや、渡辺さんもね、そう、いやいやいや、はい、でもそれは、うん、いいよね、はい、でもまあやりがいがあるってことですよ ね、 そうですね、なのでね、こっちもこういうの欲しいって言ってくれれば、はい、なんとかしちゃうから、お、ちょっとじゃあそんなこんなのが欲しいなんていうのもね、うん、あったらいいんじゃないですか、渡辺さんが、はいはいはい、ちょっと笑顔が笑ってないかもしれないです、まあね、実動舞台なんでね、いや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 、いろいろねでも考えてるのなんですよ、はいはい、こういうの作ろうとかね、はい、順次作っていきますから、はいはい、でそれまではキッチンサーカス の、 あのチケットに交換してもらって、うん、はい、最近あの100円焼きそばとかやってるんですよ。100円焼きそば、うん、めちゃくちゃ売れます。安い、うん、そう、なんでこんなに安いの、何が入ってるんですかって言ったら、うんうん、いや何も入ってないんですって言ってるんですよあ、逆、あのお肉とかがってことですか。何も入ってないんです、はい、本当にキャベツも変なもんは入ってないんですよ、はいはい、でもいいもんも入ってない、ね、そうですね、うまいよ、シンプルに麺だけですね。そう、まあでもやっぱ麺美味しいですからね。そう、一周回ってやっぱり、ね、うん、素朴な味を楽しんでもらって。確かに、はい、100円焼きそばいいですね。いいでしょ、うん、はい、ペペロンチーノもいっぱい売れました。ペペロンチーノ、うん、それも100円、はい、安い。 それもまた入ってない。うん、入って何も入ってない。何も入ってない。うん。酢麺、酢麺、酢麺。もうそう、あのボンビー焼きそばとかボンビーシリーズなんですよ。ボンビー焼きそばはでも割と、うん、あれですよね。あの紅生姜も入ってたし、入ってるよ。青のりもかかってたし。何にも入ってないと言ってもね、ないわけじゃないね、ちゃんと入ってるんですよ、うんうんうん。ちっちゃいキャベツがちょっと入ってる。ちっちゃい野菜入ってます。入ってます。それぐらいでいいですよね。確かにね。ねいいじゃないですか。一番入ってるのはあの愛情が入ってますから。それが重要です。それが、ね、入ってないとやっぱりね、ね、料理は大事ですから、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこれも、ね、100円使えますからね。そうです、はい、はい、皆さんチケット使っていただければと思います、そんな吉田らし通貨のランキングなんですけれども、うん、どうなった、どうなった、はい、現在1位がですね、うん、東谷アキムさん、おー、アキム、はい、554万あ、吉田らしいですね、そう、あ、間違えた、そばいっぱいですか、あれ50、もう読めない、500、500でしょ、いいですよね、500ですよね、うん、はい、ですね、554万寄せたらしい、うん、で、2位がシュガーさん、おシュガーちゃん、シュガーさん、2位、うん、すごいですね、2位のシュガーさんも552万ということなんで、ピンサだ、そう、ピンサですね、うんうん、はい、そして3位がチャビーさん、チャビーさん、はい、551万でございます、みんな、もう、うん、すごいじゃん、そう、うん、ね、で4位のニューダルマさんも、529万ということなんで、おそう、ちょっとずつね、みんな500万円台、そう、500万円台、今日優勝すればね、一気に優勝だね、いきますね、お、はい、はい、そして5位がテニスラブさんで、ここからが389万ということで、ちょっと差が開いて、ちょっとだけ差が開いてますけれども、まあ、以下、新しい、二の牛久人さん、体育部長さん、収集さん、遊戯の大将さん、菅雲長さんということで、順位までランキングしてありますので。
まだ加藤さんが一気に上がっていくから大丈夫だよ、ね、あ、また加藤さん来ますかね、うん、そっか、どうかな、どうかな、加藤さん今もうどこにいるか分かんないですけど、ね、ちょっとこの11以降はこちらからのところに、ね、入ってると思いますけど、だいぶ下の方だ、ね、だいぶ行っちゃいましたね、ほぼなくなったから ね確かに、どこ、本当に下の方じゃないですか、どこだろう、探せなくなっちゃったディスクグリズリーさんね、後でちょっと探したいと思います、はい、ということで、はい、じゃあ皆さんこのね、はい、吉空通過をかけて、うん、今日はあいうえお作文折り返しというテーマでね、メッセージお待ちしております。そうね、はい、はい、じゃあこのあたりで先にあれですかね、あのアドプロモートからのお知らせいきますか、早いですか、うん、あ、ね、うん、過去の入選作品をちょっと、はい、じゃあご紹介していきましょう、はい、第6回から今回で第7回じゃないですか、はい、うん、ね、優勝作品だけ、はい、うん、優勝作品だけ、はい、分かりました。第6回優勝作品が、うん、まず体育部長さん、はい、焼肉ですね、焼肉でテーマ、はい、はい、じゃあ言いますね、はい、や、焼肉が大好きな、き、今日は娘の誕生日、に、肉なんてもう見たくないと思うほど、く、食ってみやがれ、おー、うーん、いいですね、これが第6回の優勝ですね、ね、はい、やっぱこういいよね、家族です、家族ね、え、ね、娘の誕生日、愛を感じました、肉なんてもう見たくないと思うほど食ってみやがれ、いいですね、いや、食ってみたい、いいですね、そんなパパ、はい、素敵、ね、はい、そして第5回、はい、はい、アジサイがテーマですね、アジサイ、うん、はい、ガラパゴソヤジさんが優勝ということで、じゃあいきましょうか、はい、はい、あっという間に、じ、人生の半分は過ぎてしまったようだ、ささて、ここからどんな風に生きていこうかな、本当だよ、もう今す一番考えてるテーマですよ、切実ですよねこれ、うん、人生の半分だと思ってないからね、もう僕は、あ、なんか今100年時代ってね言われてますけど、あくまでも健康年齢だと思ってるから、そうですよね、本当、あと20年ぐらいかな、駆け抜けないと、うん、いや思いますよね、本当 ね、いや若い人もね、もう本当早いから、そうか、ね、早いよ、早いですよ、もう気をつけて、ねえ、ね、渡辺さん、はい、バカにしてるわじゃないですから、いやいやいや、今ちゃんと、ね、会長もっと動けって動けないんですよ最近、はい、もうね全然違いますよ、え、全然違います、全然違いますよ、動かしてる、うん、はい、はい、なんか、うん、えもう一個いきましょうか、はい、はい、もう一個、はい、ね、もう一個が第5回お題2がいけばなだったんですよね、いけばな、はい、これいろはの M さん、うん、じゃあいきましょうか、はい、い、怒らず、け、けなさず、ば、バカにせず、な、何かいいとこ見つけよう、これだよ、これ、これですね、これ、これちょうど今日こんな話をしましたよ ね、そうだったんですか、やっぱりね、お互いに尊敬できることを見つけないと、自分にできないことをやってくれる人がいるからね、本当ですよね、はい、本当何かいいとこ見つけようっていうね、うん、ここが大事ですよね、やっぱり、ね、うん、いいです、これもまた人生、小坂さんなんかも見つけるの得意だよね、はい、本当ですか、うん、もうね、すぐ人信じちゃうからすぐ人信じちゃってすぐついてっちゃうからね、そうなのそれちょっと違うよね、そう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 、うん、いいとこね、人のいいとこ見つけられるんですけどね、せっかく褒めようと思ったのにそう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 ちょっと、ね、本当にそうですね、信仰、ね、深いですから ね、はい、そうそう、信仰、ね、深いです、それは気をつけましょう、はい、はい、この壺すごく幸せになりますそうなんですか、いくらですか、100万円です、100万円は出せないかもしれない、何言ってるんですかあなた、100万、あ、まあ、やめましょう危ない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 、はい、第4回、はい、ひな祭りがお題でしたね、はい、これはシュシュさ ん、 シュさん、はい、はい、じゃあ行きましょうか、はい、日差し暖かな春この頃、な、七段飾りで皆勢ぞろい、ま、ママとパパで飾り付け、つ、つぶらな瞳のり、リカちゃん人形を嫉妬する、これうまかったよね、こんなのありましたっけ、あら一緒にやってたのにすごいな、これひどいよなひどい、リカちゃん人形嫉妬するなんて、うん、すごいな、ねえ、はい、ね、うん、いつもな、ひなちゃん、あ、ひなちゃんじゃない、リカちゃんで遊んでたのにの、あ、生祭りの時だっけ、うまいこと、うまいよね、これね、これすごいですね、なんかあの、こう浮かびますよね、情景がね、そうなんですよ、そうそう、ね、すごいですね、小坂さん今日お題やった、やりましたけどねちょっと多分あの加藤さんが反映してくれると思うんですけど、そかちょっとなんか集中力がないとちょっとやっぱり難しいのかなっていうところかなっていう、普段やってないとね、この言葉遊びはね、ああいう作文って本当に脳みそ使うなと思いました、なんか本当全然、ね、本当に
じゃあもう一個だけ紹介しましょうかね、はい、第4回のお題に、はい、優秀賞卒業、これチャビーさんですね、はい、はい、じゃあいきましょうか。そ、その君の経験一つ一つが自分の歴史を作る。つ、積み重ねていくことが大事。ぎ、きっと必要なのは勇気ではなく覚悟。よ、要は自分を信じて動けるかどうか。うまくいかないことがあってもそれが成功につながる。おー、ちょっとこれもすごいね。なんかみんな人生観を、あいうえお作文で人生観語るっていう、これなんかバズりそうじゃないですか。すごいね、こういうの、いやーすごい、これしかも卒業こういうの、このシリーズで、いいね、なんかあいうえ作文で考えてみた人生観みたいな、これいいですね。これまとめて本になるね。そうそう、このシリーズいいなって。ちょっと電子書籍でよかったらまとめて、いいですよねこれ。やろうか。そう、あいうえお作文、そうそうそう、ね、人生を語るみたいな、はい、ね、素晴らしいですねこれ。じゃあ保坂さん、はい、あの、うん、デザインお願いします。デザイン、表紙の写真撮りますから。わかりました。そのモデルやってください。あ、いいんですか、うん、私が写真なんですか。じゃあ光栄です、ありがとうございます。写真なんです。もう大学講師でもう教壇に立ってるところを走って撮って。私あの保坂さんのインスタに載ってた、はい、講壇に載って載ってる、うん、あった、うん、あのイケてる写真の、うん、黒板に書いてある保坂陽子っていう字が好きです。あれいい。少年のあの殴りかけみたいな字が。あの字私じゃないから。違う、マジで？私が書いたんじゃないから。え、すごい。あの字は講師の方が、元々いらっしゃる方が事前に書いといて、保坂陽子さんですって。書いといて、そこに私が登壇。じゃあもうなんか、なんだ、そうですそうです。すごいでっかく書いてあったからさ。いいなって思いましたね。いいなと思った。保坂さんぽいって思ったのに、私保坂優子でございますって言ってね。でも逆に言うとそれしか書いてないってすごくないですか。すごい。それしか書かないで90分間やったんですよ。マジで何にも書かないで。書かないの？書けなかったの？書くことがやっぱできなくて、板書が慣れてなくて、次からは絶対板書しようと思って。あ、もう反省です本当に。でも板書、ね、字がちょっと苦手なんで、ちょっと不安なんですけど。あれ黒板が余計やりにくいね、黒板の板書のタイミングすっごい難しいと思って、ね、うん、いいんじゃないですか今の。違うんだ、もうあれでいいんじゃないですか、もうあのスライドかなんかで。あ、でもスライドだとやっぱ盛り上がんないんですよ、授業じゃないから。なんかプレゼント違うんですよ。そう、じゃあもうなんかおもちゃ仕込んどいて、こうね、多いですね。あとチョコレート出したりとか。確かに、あとあの栃木 の、 あの甘いものあげたんで、みんな喜んで。いいね、みんな喜んでます。あ、そういうふうに当たり前。ありがとうございます。まあそんな感じでございます。はい、今回はどんなね、すごいのが飛び出してくるのか。ありがとうございます。はい、他いいんですか、最優秀賞。他時間ありますか。まだ大丈夫ですよね。大丈夫、じゃあ行きましょうか。第3回も行きましょうか。はい、これね、いい夫婦。いい夫婦。はい。はい、おじいじさん。おじいじさんね。はい、い。いつも一緒が当たり前。い。いないと寂しいお互いに。ふ。二人で過ごしたこの人生。う。憂いもあったが何のその。ふ。二人で乗り越え、今は幸せ。もう、すごいよね、これね。ほら、本当にこれいいですよね。全部優勝者ですから。これね。すごいよ。本当に本になりますって、うん、本なるね、うん、ああいう作文で、うん、ね、すごいなこれ、ね、お題2が紅葉ね、はい、はい、イロハの M さん、イロハの M さん、はい、うん、じゃあ行きましょうか。じゃあちょっとあの、うん、雪男さん風に。あ、じゃあ私が言いましょうか、はい、じゃあ行きます、はい、来た来た。こ、恋心。う、打ち明けられず。よ、夜は更けて。う、これうるむ瞳よ、君は知らない。あら、勇気男でした。違う違う、ウォンチュー、ウォンチュー。いやー、いいですね。すごい、いいよね、これはすごいですよ。これもね、ちょっとこう恋心で打ち明けられないっていう ね、 ね、思いがわかりますよね。素晴らしいですね。どういう、これ文才ないと無理だねこれね。できないと思う、これはレベル高いですよね。できない、すごい。うるむ瞳を君は知らないですよ、うん、ね、読めなかった、うるむ瞳出ます。言ったことないね、ね、すごいな本当に、うん、はい、第2回強化、第2回いきましょう、はい、優勝作品、はい、なるほど、はい、両太のどんさん、はい、じゃあ、な、あ、なんでなの。る、るいは友を呼び。ほ、ほたるはど、どんどん光る。おー、うん、ほたるがたくさん飛んでる情景ですかねこれは。ねえ、うん、ね、かわいいですね、るいは友を呼び、かわいい、はい、ねえ、いいじゃないの。ありがとうございます。いいですね、はい、うん。そして第1回は、吉田、渡辺、保坂がテーマだったんですよね。でしたね。
はい、懐かしいね、はいはい、懐かしい、なんか本当に、うん、ね、うん、はい、優勝が2つあったんですよね、はいはいはい、1つが吉田で作ってくれたテニスラブさん、はい、はい、じゃあよ四時だ吉田の時間だよ、し知らないうちにプレッシャーだ、だって私はナンバーワン、ナンバーワン、あ、会員ナンバー1だからね、テニスラブさんがね、ハイナンバーナンバーワンだから、うん、あと1位でしたね、うん、ランキングがね、そう、1位だとね、プレッシャーだよねやっぱりね、そうですね、うん、そしてね、勇気、はい、の大将さんが吉田渡辺穂坂で長いあゆあゆえお文を作ってくれたんですよね、すごいですよね、はい、じゃあお願いします、はい、穂坂さん最後ね、はい、決めてね、はい、よっ、よくできた営業マン、し仕事に集中しないで、だ大丈夫、は悪気はないんです、ごめんなさい、た楽しい企画だから、なんとなく思いつきでべらぼうになってしまいました、ほ本当にいつも元気、さ爽やかな、か上鳥谷のよくできた営業マンさんです、はい、おねえありましたね、これはもう文章作るって言ったらよくできた営業マンさんだったから ねすごいですね、はい、皆さん、はい、素晴らしい、もう皆さん歴代のこういう歴代の優勝作品がねある中、はい、今回どんなものがたくさんね応募されているのかというのは、はい、まあ、後半にね、そうです、で今回から金賞銀賞といって川柳とかと合わせました、はい、全部賞金もね、賞金もね、はい、なのでルール変更が若干ありましたんで、はい、はい、お願いします、ぜひまだ皆さんエントリーお待ちしております、ね、はい、じゃあ皆様からのエントリーをね、うん、待っていますので、その前にじゃあ、うん、あのアドプロモートからのお知らせということで、はい、行きましょうか、はい、お願いします、はい、アドプロモートからのお知らせでございます、はい、さあ今回のお知らせは何でしょう、はい、はい、先月ですね、6月30日で夏季休暇に、はい、夏季休業に入った小山の木曽馬号なんですけど、はい、早速告知がありまして、うん、7月6日の土曜日、はい、はい、栃木市のイベントに出展させていただくことに なってます、夏季休業中だけど、夏季休業中で決まってたんですよ、はい、決まってたんです、はい、どうしても7月6日ということで、はい、今週末の土曜日ですね、うん、そうなんです、はい、でシークレットかと思ったらね、はい、オープンイベントで告知していいってことになって慌てて緊急報告しました、すごいでしょ、このイベント、いやちょっとびっくりしました、私あの、うん、木曽馬号のインスタグラムでこのイベント知ったんですけど、うん、はい、まさかのね河野太郎さんいらっしゃるじゃないですか河野さんだもんね、河野さんがいらっしゃる、すごいイベントですね、これ、そうですね、日本をかけた、うんうん、加藤さんと渡辺さんで笑ってるからね、いやいやいや、うん、もう日本のこれからのこのデジタルチームプロジェクトいやいや、そうですね、すごいテーマの話が栃木市で、このチラシ見たらね、大体栃木県の人は有志工事さんとか小島よしおさんいてるね、本当ですか、来るんだ、いやーちょっとすごいなと思っちゃってね、どんな話が聞けるのか、いやそうです、だから小島よしおさんとかね、有志工事さんとか、この芸人さんたちも来るしっていうところで、政治家の方も来るしっていう、この何このイベントと思って、いやそうですよ ね盛りだくさんでしょ、栃木祭り、そうなんです、ね、で過去最高になりそうです、木曽馬号も、おもうあの来客が見込まれるということですか、うんうん、すごいらしいんですよ、もうすでに、あすでに、その他一般の方もって言ってるんで、はいはい、食べられますよって言ってるんで、うんうん、大変だよねこれね、うん、いやー、はい、これあのお祭り自体そのチラシあれなんですけど、時間がこのなんか3時から8時って書いてあるのは、これは、はい、これが私の小江戸栃木祭りで、はいはい、それが3時から8時の夜なんですけど、木曽馬号はそこじゃないんですよ、場所違うんです、同日開催の栃木岩下の新生姜ホールの方で行われる、はい、これです、この北、あ違います、関東地区大会、うんうん、栃木大会、はいはい、まさにそのね政治的な、河野太郎さんとかがいらっしゃいますそのところに河野太郎さんと吉田英さんの方に共演するわけです、そこにそこで私たちは小山のデジタル化についてみたいなところをこう、はい、魅力発信ブースですね、すごいですね、あそっかそっか、この会場栃木岩下の新生姜ホールの大ホールで行われるということで、うん、この出展自体はじゃあ新生姜ホール あの外のところとかで、南側の駐車場で、うん、やりますから、はい、で時間がこちらは何時からいらっしゃるんですか、こちらはね10時から3時までやるんですよ、10時から3時まで、はい、そこで木そばを食べていただいた後に、うん、はい、本番の本番の、はいはい、あの有志工事さんたちが出し会館前ですね、出し会館の方に出ますから、はい、そちらでも100店舗ぐらい出るんでね、50店舗で、はい、うんうん、吉田の道路封鎖してね、嘘ばっかり言うから100じゃないね、50だよね、50です、はいはい、まあまあまあ ね、はい、たくさんの、たくさんって意味で、たくさんのね、はい、たくさん50歩100歩
50分やっぱ同じですね。そうですね。違うと同じじゃないんだけど、意味違うか。違う違う違う。全然意味違うから、語彙力ない。はい、まあその後ね、そのブースで、うん、なんかね、この U字工事さんたちのライブだったりとか、うん、あと小島よしおさんもね、これのいらっしゃるんですよね、うん、すごいな、お笑いタレント、教育系 YouTuber。 そうですよね。そうですよ。すごいな、ね、すごいんですから、まあ、このね、イベントのところで、もう木曽馬号をね、うん、出展ということで。そうです。いやー、もう今度こそと思いながらね、今回はどうなるか。え、今度こそっていうのは？いや、今度こそね、ゆじこうじさんと会える予定だったんですけど、はいはい、またすれ違いだね。そうですね。時間も場所も違いますね。あ、そうか、場所が違うのか。同じイベントに見えて違う。そうか、岩下の新生姜ホールにお二方はいらっしゃって、はい、で、このU字工事さんたちは、出汁会館広場前にいらっしゃるということなんですね。はい、そうなんです。でも距離ってそんな離れてるんでしたっけ、あそこって、すごい。なんかもう栃木市の土地感が微妙に。まあまあ、そこまでじゃないですけど、歩くと結構ある、うん、あるよね。ありますね。ぜひね、ちょっとU字工事さんと共演していただきたいですよね。本当ですよ。ねえ。木そば大好きなんですから、U字工事さん。そうなんですね。はい、ね、宇都宮と足利行ってるもんね、確かね。そうですね。そうそう、あの、栃木テレビのやつとかでも言ってましたよね。木そば号だけまだ来てくれてないんで、そうそう、ね、ぜひお願いしますって。はい、この間ね、だから、赤プルさんとちょっとお会いして、U字工事さんと仲いいって言うから、サイン、はい、本にサイン書いて、U字工事さんへって、2つ本置いてったんですよ。あら、そうなんですね。な、はい、これがどうなるか楽しみ、はい、もしかしたらね、あ、この方だって分かるかもしれないですよね、うん、直接渡しておいてくれたみたいだから。あ、すごいじゃないですか。来てくれることを信じてますよ、ゆうじこじさん。小山に来てください。栃木市か、ね、でも ね、小山の木そばはね、まあ、栃木市も小山市も仲良しでいいんですよ。そうです、そうです。栃木市に来て小山のやつも食べていただきたい。そうです、そうです、食べていただきたいですね。はい、はい、ぜひぜひ。じゃあこちらもう皆さん、ね、駐車場とかなんかすごいことになりそうですよね。ね、ね、栃木もともと駐車場ないからね、うんうん、まあだから電車で行けましたっけね、うん、ここって、うん、あの行けるか、行ける、行けますよね、歩いて行けますよね。出汁館会広場とかだったら ね、うんうん、そうですね、ね、はい、小江戸栃木祭りと、うん、その関東地区大会、はい、栃木大会に関しては、うん、特設サイトがあるので、はい、そちら見ていただくと駐車場情報も載ってます、ね、はい、今日パイセンさんが、ご覧ください、パイセンが、うん、送ってくれたんだね。あ、そうなんですね。駐車場情報ってね、素晴らしい。ありがとう、パイセン。さすがですね、栃木市にもこう ね、 ね、いらっしゃるからね、はい、あの木曽馬号の、うん、X の方でも貼ってあるんで、はいはい、ご覧ください。わかりました。ぜひね、皆さん今週末、もう7月6日の土曜日ということで、ね、もうなんかもうすごいイベント、ね、はい、第72回関東地区大会栃木大会、うん、ね、うん、もうすごいもうメンバーが、はい、ちょっと今までね、 3つの車でやってたんで、久しぶりだよね、3人で木曽馬号、はい、はい、連携してやりますから、ね、いっぱい食数もさばきますから。ありました。またあれですか、はい、ちょっと冷たいメニューみたいなのも今の季節はあるんですか。それどうしようかなって考えてました。でも絶対あるのって言うからね。まあ、ね、どうでしょうね、あの、頑張ります。去年とか、 なんかあのそうめんとかあったじゃないですか、うん、あれすごい美味しかった。あそこまでやると手が回らなくなるんで。そっか、じゃあとりあえず冷たいそばかうどんか、うん、みたいなのは今検討中で、まあきっとやります。あ、そうです ね、冷たいのも、ね、美味しいですからね。美味しいです。この間試してやっぱりね、ちゃんと作ったんだよね。はい、ちゃんと作ったらどれだけうまいかさを見て、ちゃんと作ったのちゃんとの違いがわからないですけど、木そば号の中で作るのと、はい、キッチンでちゃんと作るのはどれぐらい違うんだろうと思ったら、違うんですか、本当に。全然ね、冷え方も違うし、水の温度も違いますからね、湿る水の温度がね。それを目指して今頑張ってるんですよ。すごいですね。ちゃんと研究してますから。もう本当に努力がもう、ね、どうやったら同じようになるか。へー、ね、暑い中ね、本当大変かと思いますけれども、うん、はい、ねえ、ね、くれぐれもちゃんとしたのを出してないってわけじゃないですからね。もうそれだけは管理は徹底してますから、はい、ね、わかりました。はい、はい、ということ で、 でぜひ皆さん今週末ね、4月6日の土曜日は、はい、こちらね、栃木市の方にあります、うん、岩下新生姜ミュージアム、はい、まあ、あとは出汁会館の方でもいろんなイベントがありますので、ぜひお越しください。お願いします。はい、さあ、じゃあこのあたりで、曲をお届けして、うん、この曲の終わりまで、はい、あいうえ作文、その間にあいうえを考えてください。受付してますので、ね、お待ちしております。はい、さあ、おかけする曲はですね、このソレユキヨシザラシですけれども、うん、あのミュージックビデオが、はい、ね、完成してね、うん、もう優勝も決まって、うん、全部動画もね、で出たね。はい、はい、いいですね。でもあの動画もね、みんな協力してくれてありがとうございます。小坂さんもありがとうございました。ほんとちょっとですけど、そこでね、キョイテラスで ね、はい、映ってるやつね、うん、すごく良かったよね。良、うん、かったです、ね、じゃあ皆さんぜひ YouTube とかそのミュージックビデオを見ながらね、はい、聞いていただければと思います。はい、それではそれゆけ吉ざらし、それゆけ吉ざらし。
人間の煩悩の数は108、煩悩を消し去る除夜の鐘も108、野球のボールの縫い目も108、どこに転がるかわからないのが人の生きる道。とはのとはと、自らの答えを求める108のとはとの旅、あなたの道しるべになる一冊です。 Amazon 楽天ブックス吉田秀樹オフィシャルショップにて絶賛発売中。曲は中里優奈さんで空行け吉田らしいでした。ちょっと最初 BGM だけで失礼いたしました。いや、それはそれでいいよね。歌入りを途中から、うん、はい、ね、歌いましたけども、ね、歌声もやっぱり ね、はい、あとあれオルゴールバージョンとオルゴールバージョン、ジャズバージョンっていうのもあるんですよ。ジャズバージョンも気になりますね。オーケストラバージョン、オーケストラバージョン後で流しましょうか。ぜひぜひ聞きたい、ね、聞きたい、うん、すごいですね。いろいろなバージョンあるんで本当に、はい、じゃあ流していきましょう ね、はい、ありがとうございます、うん、さあということでここからはですね、はい、第7回あいうえお作文ということで、うん、皆さんからエントリーをいただきましたので、もうね、この曲中にもたくさんエントリーいただきました。お、増えましたね。加藤さん仕事できる ね、さすが加藤さん、ね、早いです仕事がもう。ミキサーやりながらこれ全部まとめちゃうんすよ、ね、本当ですよ、もうさすが。曲間違えちゃいましたけど、いや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 
すごい。さすがですね。ありがとうございます。完璧でございます。完璧でございます。はい、さあ、じゃあご紹介どんどんしていきましょうかね。いきましょうか。じゃあもう上から早い順にという形でいいですかね。まあ、もうその辺はお任せしますよ。はい、じゃあまずは、はい、ゆうきの大将さん。お、もうすごいたくさん。おー、すげえ。ちょっとこれ10個やるの。わー。ねえ。どうしましょうかね。まあ、まあ、行ってみよう。いけるかな、はい、はい。じゃあどうしますか。じゃあ、じゃあ渡辺さんお願いします。はい。あ、そういうことですね。はい。あ、じゃなくて、おね。はい、もう一回行こう。はい。お、小山市は、り、立地住み心地、か、快適で、え、笑顔あふれる、し、幸せな街、うん。いいですね。はい。確かに、そうですよ。スタートにふさわしいですね。本当だね。いいですよね。立地も住み心地も快適。本当そうです。本当、もう入選。全部入選。入選候補。いやいやいや。ね、まだ1個しか聞いてないから。そうですね。じゃあ次いきますか。はい。はい。お、鬼ごっこ、おしくらまんじゅう。り、リリアン。か、かんけり、かげふみ。え、エアホッケー。し、シャボン玉、しっぽ取りな。何やこれ。全部並べただけね。こういう遊びがあるよってことか。昔の遊びですかね。リリアンって何？リリアンってなんかあの編むやつですかね、うん、なんかあの毛糸を編むやつかな、その、ね、ちょっと編み物みたいなやつでやるんですよね、女の子が多分やってたことあるかな、そうそうね、リリアン、リリアン、はい、うん、知らなかった、おいじゃあ続いて見てみますか、はい、はい、お、小山の木そば号、り、龍之介店長が作る木そばは美味しいよか、かき揚げ、え、エビ天、し、新生姜トッピングは最高だ、これもそうですね。ねえ、これは木そばが美味しいんですよ。うん、そうです。はい、うん、はい。龍之介店長が作る木そばじゃなくてもね。はい、木そばが美味しいんです。でも頑張ってますからね。頑張ってますよ。頑張ってますもんね。はい、頑張ってます。頑張ってます。嬉しいですね。はい、うん、かき揚げエビ天うまいね。美味しいです。美味しいですよ。しみしみにしてね。そう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 。美味しいですよね。はい、はい、じゃあ次4作品目いきましょうか。はい、お、はい、大谷選手の立派な成績は認めるけれど。か、過剰な報道には、え、ええ加減にしてほしい。し、視聴率を取りたいためにそこまでやるか、テレビ局。はい、多いですよね。思いがね。ええ加減っていうのがいいね。思いがね、絵をね、ええ加減にね、確かにね、見ない日はないですからね、テレビでね。いや、ね、本当、はい、確かに。うん、それだけすごいってことだね。まあね、はい、うん。視聴率が取れるってことですよ。まあ、そういうことですよね、確かに。はい。続いて、1つ目いきますか。はい。はい、お、小山の花火。り、リバーサイドで、か、観覧したいな、え、A 席で、し、招待してくれる人いないかなあ、こっちは A 席なんだね、ABC の、ね、A 席で、A 席でってやつじゃなくて、ね、A 席でじゃなくて A のね、うん、A いやでも、改めて小山の花火の料金、この指定席見ましたけど、うん、市役所とかが結構人気なんですよね、はいはいはい、室内で見られる、でも、あれ、一人1万円なんですね、そうですよ、結構するんですよね、びっくりしちゃった、私、1万円で、まあ、2人とか3人とか入れるのかなと思ってて一人一番なんだと思って、ね、いい席、 A 席ですから A 席ですもんね、いろいろ ね、 ね、なるほど、ね、招待してほしいな、昔結構買いましたよ自分、あ、本当ですか、そう、で招待したんですか誰か、そう、取引先ね、東京とかあっちの方なんでみんな呼んで、あ、そっか、でもそれスポンサー屋さんですから、あら、すごい、でもそれ確かに喜ばれますよね、絶対、そうです、ね、オリジナル花火もあげたんですよ、皆さんご存知ですか、アドプロモートの A の文字あげたんですかドッカンでクイズ出したんですよ、クイズ、はい、アドプロモートの A の文字は何回は上がるでしょうかって、それをねウェブで、うん、答えを送ってくださいっていうのを、すごい、あとフォトコンテストとかもやったんですよ、そうなんですか、みんな知らないの、すごい、知ってる人いますかね、いるかもね、うん、うん、ねえ、はい、じゃあもうまたまた、ね、これからもぜひ、いやもうやんないです、なんでちょっといろいろあってあ、そうなん、すいません、あ、こういう人間なんで、わ、はい、かりました、はい、はい、じゃあ続いては6番目、はい、はい、お、オーラジにお任せ選曲、リクエストで、か、加藤さんが選んだ曲は、え、演歌なんか歌えない、し、渋垣隊の曲でした渋垣隊、渋垣隊ね、リクエストで任せたら、はい、いいじゃん、渋いですね、いいじゃないですか、なんかね、覚えてないないないって、なんかあれ記憶がないんですか、全然覚えてないです寿司食いねえ、ごめんなさいなんか時にあったんですきっとね、これ本当の話なんですか、じゃないんですか、だってでしょ、うんって言ってます、うん、ほらほらもう全然覚えてないねえ、同じお任せ選曲したんですね、そうか、渋垣隊好きっすよ、うん、寿司食いね、寿司食いね、
ねえ、いいじゃないですか。あのやる気なさのヤックンが好きでしたやる気なさ、うん、それでもね、なんかやれる時代っていいですよね。なんかね、それもね、うん、いろいろあったんでしょうね、ヤックンも ね、いいですよ、でもね、人間だもの。そう、うん、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、次行こう。はい、お沖縄旅行、り琉球村で遊び、かかりゆし水族館へ、えエイサーエイサー楽しく踊り、最後はシーサーと記念撮影。沖縄感出てますね。音がいいね今回ね。いいですね、エイサーエイサーね、エイサーエイサーシーザーって。いい、確かに確かに、いいですね、はい、じゃあシーサーですね、シーサー、ね、シーサー沖縄行きたい、ね、あシーサーじゃないですかこれ、シーザーシーサーシーサーですよね、シーサーですよね、シーサーですよね、シーサーでいいよ、シーサーで、ね、ですよね、はい、シーサー、はいじゃあ次は9個目ですね。9個目、はい、おオロナミン C、 リポビタンデー、かカロリーメイトドリンク、えエスカップ、し仕事疲れに1本栄養ドリンクまた並べた ね栄養ドリンク、でもそれであるのがすごいですよね。ねえ、あ、これ8番目が抜けてた、はい、抜けてます。8番目行こう、はい、8番目、はい、あごめんなさい、うん、8番目、はい、はい、ですね。お祭り、りりっかか影、し栄養士、えですね、しりとり、はい、うん、これねしりとりになってんだよね。本当だ。お祭り、立花、影、栄養士。これうまいなと思って。面白い。これはね、もう本当にね、うん、いい。よくこんなの思いつきましたね。本当。これは、お、すげえやるなと思っちゃった、すごい。ちょっと上から目線でごめんなさい。いや、すごいですね。本当にね。どうやって考えるんだろう。本当ですよ。ねえ。ねえ。すごい。もしかしてずっと考えてました？あら、すごい。いや、本当1個考えるのも大変だもん。ねえ、本当です、本当です。だからこれ10個考えてくれるとありがたい。10個はすごい。うん、はい。じゃあ最後行こうか。はい。おそ松くん、リボンの騎士、か怪物くん、エヴァンゲリオン、シティハンター。こういうのダメ。アニメシリーズ。まあアニメね。アニメシリーズ。いろいろあるわね。はい、ということで以上が有給大賞さん10作品でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてはシューシューさんもね。いやもう、これ10個やるの？ 10 個ある、どうしますかね、ちょっとまあ、まあ、いけるとこまでいきましょう。シューシューさん、はい。はい、おいっすー、ダメだこりゃー。りりしい肉体美の体操男。かとちゃんって。え笑みが素敵な雷様。雷様か。白塗りバカ殿はお茶の間のヒーロー。ダメだ、息が被せてきますから。もうちょっと遅かった、遅かった、ちょっと遅かった、ね、ちょっと遅かった、はい、ちょっと早い、早く言えよって感じ、すいません、すいませんすいません、次行こうか。はい、はい、お面かぶり、リンゴ飴もかじりながら、か亀すくいやったな、え円は円でも1000円狙い、し昭和にあった古き良き夏風景。あいいね、亀すくい、亀すくいなんてあったんですね。いや覚えてない。亀すくい、そんなのあるね、すごいな。ねえ、地域柄なんですかね、すごい、どうなんでしょう。はいはい、じゃあですか、はい、お好み焼き食べたし、リンゴ飴もうめえ、かき氷はレインボーか、縁日楽しんだり屋台楽しんだり、しっかり堪能、みな笑顔、お祭りのね、いいですね、風景ですね、ほんとねえ、素敵。じゃあ行きますか。はい、どんどん行きますか。余裕なくなってきました。お父さんお母さんおはよう。リカちゃん人形おはよう。カブトムシさんおはよう。エリマキトカゲさんもおはよう。しっかりお家の家族に挨拶できたよ。いい、もうちょっと小学生か。いやいいわね。エリマキトカゲ飼ってるんですかね。飼ってるんですかね。飼ってんだね。飼ってるのかな。シュシュさんのところすごいから。本当なの。広いから。もう扉開けるとジャングルですから。すごいですね。はい、リカちゃん人形と。いいな。はい。はい。次ですね。次行ってみよう。はい。行ってみよう。はい。オーラジオを聞き始めて約5年半。リスナーさんをはじめ様々な方々と交流の輪が広がり。感謝感謝です。FM75MHz になせばなるオーラジゴー、なせばなるオーラジゴー、小塚さん風に。市民の皆さんへ今後も楽しくなるために情報をよろしくお願いします。はい、いいですね、小塚さん風に ね、 いいね、朝のね、うん、もう姫、ございます、はい、姫だから、はい、姫ですか、そうですよ、はい、おオールバックにリーゼント、か髪型だけで警戒されるけど、ええ人も大勢いるんやで、しっかりミーヤこれ一個ないのがありますね、ん、スキンヘッドがないですね。あ、スキンヘッドがないね。スキンヘッドの人も、でも巣がなかったからしょうがないね。そうですね、確かに確かに、はい、
そしてじゃあ、はい、続きますか。はい。お、小山遊園地。り、林道湖ファミリー牧場。か、カッパピア。え、遠足、子供会の旅行で行ったあの頃。し、少年そのもの、無邪気、ピュアだったな。へぇ、カッパピア行くんですか、栃木の人。いやー、行く？あったの？群馬ですよ、カッパピア。そうなんですか。高崎です。へぇ、行かないでしょって思ってた。カッパピアも潰れちゃったんですけどね。そうなんですか。そう、小山遊園地みたいに。カッパがいるんですか。カッパはいないんですよ。いないんですね。でもカッパピアって名前なんですよ。へぇ、群馬って濃いですよね、そういうなんかミュージアム的なのが。ミュージアム的なのがありますね。なんか濃いですよね。ありますよね、濃いところ。群馬、そういうの面白いですよね。ありがとうございます。褒めていただいてるのかな、これは。褒めてます、褒めてます。じゃあ残すあと10分なんですよね、はい、ちょっとずつ割愛しましょうか。やばいやばい。じゃあ今度はーちゃん行っちゃおうよ。行っちゃいましょうか。はい、はい、はーちゃん、はい、俺、じゃあ、はい、俺行くの。じゃあ私が言うので、じゃあ、はい、じゃあ吉田さん読んでください。わかりました、はい、お、面白い。り、流行語は、か、必ず、え、エゴサし、している。お、流行語エゴサするんですね。するんだね。そうなんだ。ね。ね。じゃあ続いてつくもずらこさん。これもやりましょうかよ、はい、吉田が。はい。お。うお。り。これ。か。か。え。し。舌を噛みました。いていて。ふざけんなずらこお前。これ2分で考えたんだって。2分もかかりますこれ。ねえ、もう。2分もかかるかな。これやめて。全部有効だもんね、ああいうのね。本当本当。さすがですけどね。はい。はい、じゃあチャビさんいきますか。チャビさん、はい、はい、じゃあ、お、お互いをリリスペクトすれば、か、必ず、え、遠慮なく叱咤激励し合える、し、親友になれる。あ、また人生関係いいね、チャビさん。本当にそういうことですよね。本当、ね。じゃあ続いてまだいらっしゃるしから、まあ、もう一ついきますか。はい、じゃあチャビさん、お、お腹がリ力士のような、か、体つきになったので、え、栄養失調にならない程度の食事制限をしようとしても、し、シュークリームがあったら2個食べちゃう。わかる。いや、3つ食っちゃうな俺な。すごいですね、うん、食べちゃいますよね。もう50歩100歩ですから。うーん、50歩100歩。同じ同じ同じだから同じだから。新しい意味の50歩100歩、はい、50歩100歩、ね、同じ同じ名言。名言ですよ、名言です。はい、50歩100歩。じゃあ次は二宮千里さん行こうか、はい、これ俺読みたくないから、はい、ちょっと渡辺さん読んでよ。そうですね、そうですね、じゃあ行きましょう。千里さんだから、はい、ね、行きますよ、うん、お、オーラジの、あ、ちょっと待ってください、間違っちゃった。オーラジパーソナリティとリリスナーとか彼女をえ永遠にし幸せにする。すごいですね、これはもう、うん、オーラジパーソナリティのリスナーさんはおまけみたいなもんらしいですよ、うん、あ、まあ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 ね、彼女を永遠に幸せにするが、うん、AC のとこで思いついたけど、ね、おとりでどうしようかなーってなったね、うんうん、そうそう、なるほどなるほど、という話です。いや、でもすごい嬉しいです。吉田が勝手に思ってます。そういうことですか。永遠に幸せにするとか、もう最高ですね。もうこんな言葉ね、もうロングロングですね。いや、本当ですよ、ロングロングですよ、うん、素晴らしいですね、ありがとうございます、はい、もう本当お腹いっぱいでございます。本当です、はい、お腹いっぱいなところでタマさん行こうか。はい、高坂タマさん、はい、じゃあ渡辺さん、お、小山の木そばにどハマりし、り、理由もなく公認店を1日で回ることを、か、観光しようとしたら、え、えげつない公共交通機関の細さにし、しょげたけど3月2日にやりきった。本当にやったんすよね。木曽馬号がね、なかなか駅近にいないから大変らしいんですよ。そうそう、ね、6店舗、6店舗回るのがすごいな。すごいよ。ね、はい、うん、3月2日にやったんですね。一日にね。すごいんですよ。素晴らしい。蕎麦愛のすごい方なんですよね。本当本当。素晴らしい。はい、はい、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、ふーにゃ&むむにゃなーに、ふーにゃさん。はい。じゃあ、お、オーラジで、り、立派な人、か、かとにゃ。え？え、ほんとかって？し、知らんけど、とりあえず褒めとくにゃ。あら。あら、立派な人、かとにゃですって。いや、立派ですよ。かとにゃ。ね、褒められても何も出てこないですよ。あれ、はい、そんなカトニャさんの、次はディスクグリズリーさんのやつ紹介しましょうか、ね、はい、はい、じゃあ、お、おやおやおや、マジかこれ、リリアルに危険、
か勘弁してよ。え笑顔が消える。し心心康あ健康診断結果。これ僕もそうです。心健康診断結果。うんこれあえて心をつけたんでしょ。ね心しがないから。うんうん、はい。いやでもこれ本当に健康診断ね、うん。これみんなおじさんになると。うん、だんだん分かってきます。いやちょっとね、私も今年は人間ドック受けようと思ってるんで、本当今年からやろうかなって思ってるんですよ。あらまだ若いんだから、お若いうちにやった方がいいらしいですよ。そうだよね、若くないけどもね、はい、若いうちにねやりたいと思います。そうか、時間大丈夫まだ。あまだね、あともう5分ぐらいです。あら次、はい、行きましょうか。はい、じゃあズラコさん行きますか。ズラコ、ズラコもう一回。はい、はい、おっさんのリッチなディナーはかカップラーメンにエビカツバーガー、幸せ度爆上げや。はい、ずらこ飯ね。はい、ずらこ飯、エビカツバーグ。それこそ健康診断心配だわ。本当です。気をつけてください。はい、じゃあ次は猫娘穂坂が お願いします。即興で考えたやつ。じゃあお、はい、オリンピックリモートワークでかカップラーメン食べながらえいえいおーし新日本頑張れ。もう優勝だ。すごい元気。優勝、うん、もう終わりやっちゃった。天使ラボさん行こうか。はい、はい、お、はい、折り紙でリボンを折ってか髪飾り、え笑顔かわいいし少女かな。おお素晴らしい。もう一個行こうか。いい、ね、はい、おいしいリラーメンか完食完飲、え笑顔いっぱいし幸せなお店いいね。どこのお店かしら。ニューダルマさん行こうか。はい、はい、小山市は人情が厚い、リ陸上競技でか汗を流す、あ考えて行動する、え駅は歴史があり、し品川駅には負ける。おー違うですね。じゃあいろはの M さん行きますか。最後に、はい、いろはの M さんね、はいはい、おオーラジのリリーダーかカトニャがえ選んだよ、しっかり育て竹政潤ね、いや育ってほしい。愛を感じますね、うん、だんだん俺は選んでないんですけど、ね、そうやって私もやってそうやってまた付き合って、そうじゃなくてリアルにあの面接とかしてないって。いやいやでも怖いよね、育ててあげないと。だんだんでも成長してるでしょ。いやもうね、もうだってもうリポート行きまくり、竹の子ですから。竹の子も成長期ですね。どんどん伸びていく。素晴らしい。じゃあ次行こうか。はい、おやつにバナナは入りません。リュックにたくさんか菓子詰めて、え遠足の日はし幸せだ。ああわかる。いいですね。楽しいですね。バナナはおやつに入りますか。これね。もう有名だね。入りませんっすね。はい。かわいい。はい、じゃあもう一個いこうか。はい、お好み焼き。リリンゴ飴にかかき氷。え縁日デートし射的で射止めよ。危なかった。石危なかったですね。射的で射止めよ。はい、いいですね。いいですね。はい、最後もう一個いこうか。はい、はい、お母さんの料理のベスト3はね。かカレー、エビチリ、し生姜焼き。あうまいな。いいですね。やっぱいろはの M さんうまいね。ねなんかあったかいですね。あったかいあったかい。さあということで、うんまあ、まだまだちょっと紹介しきれなかったやつもあるんですけれども、うん、まあこれエントリーいただいた方はもうすべて、もうすべて、はい、はい、駒吉だらしい系ということになりますからね、はい、はい、まあこの中から金賞、銀賞、銅賞、入賞ということで、はい、後ほど決めさせていただきますので、すいませんね、あとメッセージもいっぱいいただいたんですけど、ね、紹介できなくてごめんなさい、そうですね、ありがとうございます、はい、いやでも皆さん本当にすごい、うん、あいう作文の天才だ。本当だね、うん、これまとめてやっぱり電子書籍やろうか、うん、しかもなんか本当にあの要所要所でちょっとその人生観だったりとか、うん、そういうものがこう入ってくるのが本当すごいですよね、みんな、うん、素晴らしい、真面目というかなんかこう ね考えてらっしゃるっていうのが、うん、あこれシュガーちゃんの読んでないですね。おシュガーちゃん、はい、じゃお願いします、うん、お美味しいリラーメンか完食完飲、え笑顔いっぱいし幸せなお店、小池屋本舗さんに行ってきたみたいです。今日ですね、素晴らしい、はい、ねえ、あとすみません、今ミケさんから届きました。じゃあお願いしていいですか。じゃあオリンピックリアルで視聴かガンガン応援、え笑顔で終われば し幸せメダル。おーなんで
ですかその終わり方。ちょっとなんか私も同じオリンピックネタなんだけど全然違うな。すごい。すごい。細田さんと全然違いました、ね。おって言われてなんかオリンピックをイメージしたんですけど、なんか全然違うな。そうか。今年はリアルでね。幸せメダルね。幸せメダル。素晴らしい。あ、もうこんな時間だ。はい。もう終わり。はい。ということで、はい。はい、今回は第7回のあゆう作文でした。皆さんこの後ツイッターもね見ていただければと思います、はい、さあということで次回の放送が、うん、7月16日の夕方4時からとなりますので、はい、こちらもぜひお楽しみに、はい、さあ本日も吉田会長ありがとうございました。渡辺さんありがとうございました。キューテラスのリスナーの皆さんありがとうございました。それではまた次回バイバーイ。バイバーイ。歯磨けよ。Lady